ブライアン・ホートン・ホジソンは、イギリスの外交官、博物学者、民族学者、東洋学者、ネパール駐在公使を務め、ヒマラヤの動物に関する記録を残した。また、チベット・ビルマ語族の諸民族の言語と文化を調査し、仏教写本を収集した。ホジソンは、チェシャーのプレスベリーに生まれた。1816年に、イギリス東インド会社の書記官候補として、東インド会社カレッジで学び、1818年にインドに赴任した。しかし、ベンガル地方の気候が体に合わず、初めグルカ戦争の結果新たに、イギリス統治下に入ったクマウーンに、1820年にはネパール駐在公使の補佐官として、カトマンズに移った。1823年に一旦カルカッタに転勤するが、またも健康を害したために翌年カトマンズに戻った。1833年にはネパール駐在公使に就任した。公務の傍ら、ホジソンはサンスクリットやチベット語で書かれた仏教経典を収集した。また、ネパールの自然や民族についての研究を多数発表した。ホジソンはチベットオクラ行のカンギュルとテンギュルを2部入手し、フォートウィリアム大学と東インド会社に送った。また、400部を超えるサンスクリットの仏教写本を得た。ホジソンは、法華経他のサンスクリット写本をウジェーヌ・ビュルヌフの元に送った。動物ではターキーなど39種の哺乳類と150種の鳥類について最初の記述を行った。ホジソンは1842年に、インド総督として赴任したエレンボロー伯爵に信用されず、1843年に解任された。一旦帰国したが、再びインドに戻り、1845年以降はダージリンに住んで研究に専念した。ホジソンは英印軍のためにグルカ兵を雇うことを提案した。この案は後にセポイの乱の時に実現した。1858年に帰国し、チェシャー、後にグロスタシャーに住んだ。1894年に没した。ホジソンは1838年にレジオンドヌール勲章シュバリエを受賞し、フランスのアジア協会はホジソンに金メダルを贈った。1844年にはフランス学士院の会員、1877年に王立協会フェローに選ばれた。1889年にオックスフォード大学は栄誉民法博士を贈った。ヒマラヤ地方の言語、文化、宗教に関するホジソンの主張は1841年に出版された。ホジソンはヒマラヤ地方で話される高地語、ボド語、ディマール語の語彙と文法に関する研究を出版した。ホジソンはこれらの言語がインドアーリア語の侵入以前の原住民の言葉であり、テイマリアンという一つの語族に属すると考えた。トーマス・マコーリーが植民地の高等教育で英語を使うように主張すると、ホジソンは反対して地元の口語を使うように主張した。ホジソンはアジア協会法のために多数の論文を執筆した。後に2つの論文集が出版されている。ありがとうございます。